はいどうも、沼トークですね。本日もね、お料理動画ということで、ですね、まあ、小腹が空いたような時間、もう10時過ぎとか、11時ぐらいですね。なのですが、今回は、ちょっと、嫁さんのリクエストに応えるべく、照り焼きチキンを明日食べたいという話だったんで、ちょっとその仕込みからね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。これ、あらかじめというか、うち結構大量にお肉を買うんで、で、もう、買って帰ってきた瞬間に冷凍するんですよ。そう、そっちの方が持ちがいいしね。で、それは、これ、鶏のもも肉1枚分ですね。これ、半分に割ってやるんだけど、そう、これを使いたいと思います。はい。で、まあ、照り焼きチキン、まあ、お馴染みの、なんつうの、味というか、だと思うんだけど、なんかいろいろなやり方があるよね。こう、グリルで、こう、焦げ目というか、ちょっと表面だけ焼いた後に、甘辛いタレを絡めるやり方とか、なんかいろんなやり方があると思うんでね。あと煮ちゃうみたいなやり方もあるし、そう、その中でも俺が一番、なんて言うんだろう、食感が好きっていうのもあるし、あとは家庭でもやりやすいっていうやり方をやりたいと思います。とりあえずね、味染みって感じが、俺はすごい好きなんで、そう、周りがこう、飴みたいにこう、コーティングされてるっていうよりかは、こう、味染みで、こう、ふわっとした、この、なんていうの、肉のいい具合の、柔らかすぎず硬すぎずっていう食感がすごい好きなんで、それをちょっとやっていきたいと思います。はいはい。これ解凍した肉ですね。これまあ冷凍しといてチルドでね解凍してっていう肉なんですけど、まあ普通のもも肉ですね。鶏もも刺してすごい変わったところがないもも肉なんですけど、これをこういうジップロックにもとりあえず入れちゃいます。よくね何フォークでツンツンするとかさ、なんかそういうフォークでツン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 穴開けるとか、なんかそういうことをやるという話もあるけど、とりあえず、一日置く、つもりなんで、そう、だからそこまでしなくても、味染みいけますんで、はい。はい、では、漬け込みの、調味料、やっていきましょう。これも、できるだけシンプルに、いろんなね、もの、例えば、ニンニク、すりおろしニンニクだったりとか、生姜だったりとか、そういうものをできるだけ使わないで、ベーシックにちょっとやっていこうかなと思います。はい。とりあえずですね、用意するもの、みりんですね。はい。あとは、醤油。あと砂糖ですね。砂糖、お砂糖。で、よく酒とかね、入れるというレシピも多いんだけど、まあ、入れても入れなくてもっていう感じですね、これは。お酒は、まあ、みりんも、とりあえず、発酵調味料なんだけど、それのブーストみたいな感じで、考えていただければって感じかな。まあ、俺はそういう使い方をしますね。で、とりあえず、これ1枚分じゃん。で、大体、よくやるのが、この半身だけを、漬け込むっていうのをやるんだけど、その時に、大体、これ、何 cc なんだかわかんない。これ嫁さんがね、子供用に、おもちゃ用に買ってきたみたいなスプーンなんだけど、まあ、これがちょうどよくて、で、これに、醤油を、半身で、半、もも半分で、1、2、3なんですよ。だから、今回は、もも1枚分なので、あと3。ちょっと多くなっちゃった。だから、今回少なく。
で、こんぐらいで、で、3対2で、みりんを入れるとちょうどいいですね。3対2。なので4杯。あ、やべ。こんぐらいかな。ちょっとズボラになってしまいましたから。まあまあ、ある程度適当で大丈夫。なぜなら焼くときに調整するからというね。はい。で、砂糖が、これまた同じサイズなんだけど、砂糖がね、醤油、みりん、砂糖の割合で、3、2、1ぐらいで俺いつもやってるのね。なので2杯入れますね。だいたいこの3切りぐらい。やべえ、固まっちゃってる。3切りぐらい、2杯。そう。で、ちょっと混ぜてみて、ちょっとさっきみりんかなり へぼったから、ある程度混ぜて、まあ、砂糖全部溶けてなくても、ある程度味はわかるんで、ちょっと味を見てみましょう。うん、良い。逆に、いつも甘さが足んねえって嫁さんによく言われるんで、まあ、その面ではいいかなと。はい。それで、この袋に、この、調味料を入れるだけっていう。だからもう、これだけなんですね。これ入れちゃいます。すいませんね、パジャマで。パジャマというか、もう、秋口で涼しいのに、家の中だとタンクトップなんですよね。これがね、だいたい寒くなってくるまでこういう格好してるからちょっと具合悪かったりするんだよね。で、これで、まあ、空気を抜きたいところではありますが、まあ、うまくやってもらって、これで何ヶ月保存とかじゃないから、そこまで気にしなくていい。こんな感じですね。こんな感じ。こんな感じ。これを、なんかすごい、ぐっちゃんぐっちゃんに揉み込むとかそういうのはあまり俺はしないかな。このね、美味しいところがあるんですよ、お肉の。そういうところがね、こう、ポンって取れちゃったりするんで、まあ、とりあえず、そういうことを防止するためにも、一日置くスタイルかな、俺はいつも。で、この脂身の方って、どうあがいても味がなかなか入んないんですよ。で、焼くときに、ちょっとコツがあって、脂身の方に、しっかり味を入れるような焼き方をするので、こっちの油じゃない、油っていうか皮か、皮。ごめんね、皮。皮を上にして、こっちのお肉の方に、がっつり、味が染み込むような感じで、冷蔵庫で、1日冷やします。これはこの状態で大体ね、新しい肉だったら、ね、3日4日持つのよ。結構味濃く入れてるし、という感じですね。だから、この状態で保存も効くよね。まあ、冷凍しちゃっても OK だけど。そう。まあ、冷凍しちゃった時には、こう、解凍してからの、なんて言うんだろうな。その、鮮度の保ち方とか、そういうのを考えて、この、味を入れる時の、肉の鮮度を、ちゃんと新しい時に味入れて冷凍した方がいいよね。まあ細かい話。まあとりあえず今日はこんな感じ。一日起きます。はい。お肉が、つかりましたね。これ実は、もう二日つけちゃってますね。ちょっと焼けなかったんで、なんか違うものをね、作ったりなんかして焼けなかったんで。まあでも全然大丈夫です。そんなの。はい。では、焼いておこうと思います。はい。はい、では焼いていきたいと思います。アングルが難しい。はい、まあ、とりあえず、フライパンを焼いてですね、ちょっと換気扇をつけるので5と言います。ある程度温まってきたら、ある程度でいいね。もう全然カンカンに焼かないでいいんで、ちょっとだけ油引きます。まあ、
テフロンでね油引かないっていうあれもあるんだけど、油を引くことによって焦げ目がきっちりでついたりするんで、はい、これは引くタイプですね。はい、で、まあコツじゃないんだけども、これ知ってる人みんな知ってると思うんだけど、皮目からいってください。皮目、皮目ですね。でこの漬けダレは最後に絡めるんで、煮絡めるんで、炒め絡めるというか絡めるんで、ちょっと取っておきます。はい、でもう肉を入れたら、火は最弱にしますね。で、すかさず蓋をしちゃいます。これね、えっていう人いるかもしれないけど、俺はね、これ蓋しちゃいます。それで、この感じだと、7分、片面7分いきますかね。常温じゃなかったんで、さっき冷蔵庫から出してきたんで、常温だったら6分とかかなとか、あとはこの肉の厚みで、まあ目分量で結構いろいろ変えたりしますね。大丈夫かこれ。はい、では待ちます。 Wait。 はい、今ね7分経ちましたね。ちょっと開けてみます。こんな感じですね、こんな感じで、ちょっとひっくり返してみますね。はい、やや焼き色ついたぐらいですね、これね。これもう全然加減を何て言うんだろうね、こう見てもらって、何て言うんだろう、生肉の時ってさ、柔らかいじゃん。それと比べて何て言うんだろう、加減だよね。かなり硬くなってれば ある程度もう、今現在これはね8割方ぐらいもう火が通ってますね。なので逆面は5分ぐらいでいきますね。はい、これあとでタレを煮絡めるときに結構強火で炒めるというか加熱するんで、そこまでガチガチにこの麺を加熱しないでも大丈夫って感じですね。はい、イエイ。はい、ですね、5分経ちましたね。はい、蓋開けてみます。はい、この感じは、受注ハック 100% 火が通ってますね。なかなかの硬い具合ですね。で、はい、ここからがまあコツじゃないんだけど、まあ、味を絡めるあれですね。これ皮目にします。で、さっき残しておいた漬けダレあるじゃないですか。これをね、まあいつも全部入れちゃうんだけど、これ分量を測るときにちょっとへぼったんで、かなり多めになっちゃったんで全部は入れないです。で、ここから火をね強火で煮絡めていっちゃうんですけど、こう結構飛ぶんで、ブシュッブシュッと飛ぶんで、こういうダスターというか台拭きみたいなのを今度必ずね濡らしてね、こういうところに置いたりとかしますね。これはじゃあ飛ばしていきたいと思います。で、結構ねこれこう動かす、である程度強火で、やべえなと思ったら弱めるっていう、やべえなって何やのかな。はい、これジュージューね、いい音してますね。で、これよくねお店とかで大量に作る場合とかって結構ねこのタレで煮ちゃうところとかもありますね。まあそれも全然ありきたりだよね。それやる場合ってある程度タレを煮詰めてそこからやりますね。そうするとちょうどまあ、こんな時間かけないで、まあ、要は茹でちゃうわけだから結構すぐに味が入るので、はい、
で、大体このぐらい、なんて言ったらいいんだろう。鍋底がこう、ふわっと、見えるぐらいになったら、一旦ひっくり返して、ほら、もうなんかこうで、照りが出てきたでしょ。最近のこの家庭用のガス代はね、困っちゃうんだよね。っていうのは、300とかなると、こう、ね、止まっちゃうんで、で、これ結構こう、回り込めてきたんで、もうそろそろですね。はい。で、こう、また絡めてあげて、みたいな感じですね。はい、こんぐらいかな。この照りが出てくれば OK ですね。はい、OK でございます。はい、焼き上がりですね。こんな具合、照りっ照りですね。はい、これね、マヨネーズと合うね。そう、あとはね、キャベツの千切りとマヨネーズみたいな。はい、なので、トースト、ハンバー、ハン、あの、照り焼きバーガーあんじゃん。照り焼きバーガーにするには、バーンズだなんだとかってさ、買ってこなきゃいけないから大変なので、普通にトーストして、で、そこに、ね、キャベツとマヨネーズでこう、サンドしても美味しいですね。はい。まあ、普通に切って食べるのもいいよね。はい。はーい。どうですか、お客さん。マヨネーズでございます。これね、粗熱を取って、で、ラップで包んで、サランラップで包んで、チルドとかに入れとけば、2日ぐらいは全然持つんで、ちゃんと火も入って、あと結構ね、味が濃く入ってるから、結構2日ぐらいは持ちます。はい。で、夜中に小腹が減った時なんか、結構薄めに切って、で、それをチャーシュー代わりとかにしてもね、全然美味しいよ。ある意味。なんだろう。普通の煮豚じゃなくて、中華街とかのチャーシューってさ、赤いチャーシューとかって結構甘めだったりするじゃん。なんかそういう具合になるよ。それに似た感じに。はい。なので皆様お試しくださーい。ということで、照り焼きチキンでございました。次回もお楽しみに。バイバイ。